トープス号事件とは、1954年6月23日に、ソ連戦績のタンカー、トープス号が、公海上で、中華民国海軍によって、打捕、押収され、乗組員が拘束された事件である。乗組員の一部は、1988年まで、抑留された。なお、打捕されたタンカーの戦名は、ロシア南部の都市、ドアプセに由来するものだが、日本国内では、 英語読みした発音を音社したトープス号と表記するのが慣習化しており、本校もそれに従う。国境内戦中の1949年6月18日、中華民国政府は6月26日午前0時を、もって、両画加工から、貧行加工に至る中国沿岸を海上封鎖し、船舶及び航空機が共産党支配地域に侵入、飛行することを禁止すると発表した。 1950年2月12日には、閉鎖海域が関東省沿岸にまで拡大され、中国大陸の沿岸海域すべてが封鎖対象となった。1950年8月16日には、海上封鎖のさらなる強化を宣言。これにより、公海上の第三国国籍の船舶が封鎖対象となった。1950年代には、多数の 第三国国籍の船舶が中華民国海軍によって拘束され、ニューヨークタイムズ氏は1949年9月から1954年10月の間に67隻の外国民艦船が打破され、それら半分はイギリス船籍であったと報じた。アメリカ中央情報局の出先機関である西方向市は国民政府に対して情報提供などの支援をしていた。 1951年2月13日、中華民国海軍の護衛駆逐艦三隻が、小海隻の直接命令により、沖縄県八重山諸島沖24度 13N123 度 18E で、ノルウェー船籍の貨物船、ホイ・フー号を打破した。2月17から19日、野菜や果物を運んでいた英国船籍の商船、ナイジェロック号と貨物船、ジョセフィーヌ・モラー号は、 石膏省沿岸において中華民国陸軍、反共級国軍の海上突撃隊所属の法廷に襲撃されたが脱出に成功した。1951年4月15日、パナマ船籍の貨物船ペリコ号は沖縄県竹富島北方沖25度31、江の123度48位、e、で国府海軍に打捕された。国府軍による 船舶打法は朝鮮戦争休戦直後の1953年夏に激増した。7月26日、イギリスの貨物船インチキ打号がカラス沖で、反共級国軍海上突撃隊所属の法廷に襲撃され、付近にいた英国海軍の空母ユニコーンと中心とするイギリス艦隊に救出された。その後、1954年10月24日に国府海軍によって、 再び攻撃されたが、これは英国と米国の外交圧力を受けた。1953年8月16日、ナイジェロックは再び国府海軍による攻撃を受け宝庫の魔法に交流されたが、イギリス海軍のフリーゲートカンセントブライズベイによって救出された。その後、国府海軍の苦戦艇候補 PC-105 によって再び攻撃され、8月24日に イギリス海軍の駆逐艦国ードによって救出された。イタリアの民間貨物船マリブも1953年7月31日に法廷に襲撃され、デンマークの民間貨物船、ハイン・リッヒ・ジェス船は8月9日に金門島沖で打破され、その後キールンで交流された。10月4日18時には、台湾の南東125海領沖21度06、 n の122度 48E で、ポーランドの民間石油タンカープラカ号が2隻の国府軍駆逐艦に打破され、29人のポーランド人船員と17人の中国人船員が、左 A の軍事拘置所に移送された。1954年4月上旬、国府空軍と海軍は、チェコの民間貨物船、ユリウス・フチーク号を八重山諸島沖南方で捜索したが、発見できなかった。 5月12日14時20分に20度 30N128 度 07E の海域において、船番と医薬品を積んだ、ポーランドの民間貨物船、コットワルト号が3隻の国府海軍の駆逐艦に襲撃され、逃走を図るも15時20分に23度 45N15 度 E15 度12度 E15 度18度 E250 の海域において打捕された。 33人のポーランド人船員と12人の中国人船員がキールンに拘束され、その後左へ移送された。打破されたプラカ号はロックスガランに、ゴットワルト号はロックス天軸にそれぞれ解明され、中華民国海軍に編入された。ポーランド国籍の船員62名は、ポーランドと米国の外交介入によって釈放されたが、中国人。 船員29名は1956年に赤十字国際委員会によって救出されるまで緑、島刑務所に投獄され、3人が処刑、1人が獄中死した。最終的に生存者のうち5人が1987年に台湾の戒厳令解除後に中国本土に帰国、もう5人は病気や事故で死亡し、4人がそのまま台湾に移住した。高尾上海。 トープス号ダホ地点関係地点日本海軍、カゲロー型駆逐艦摂風アメリカ海軍、エバーツ級護衛駆逐艦ワイフェルス1954年5月24日に、オデッサを出港後、中国向けの灯油1万トン以上とソ連人、乗組員49名を乗せた、コンスタンツ発上海経由、ウラジオスト区域のソ連戦績の民間タンカートープス号は1954年6月21日に、 イギリス領香港のビクトリア港に到着し、補給を行った。トープス号は、ソ連の国会海運会社が、デンマークの造船会社に発注した石油タンカーで、引き渡し後は、ソ連の捕鯨船団への補給船として二度の南極への航海を行った。今回は三度目の航海だった。1954年6月22日の朝、米国は台湾国民政府に、 ソ連のタンカー3隻が最近香港を通過し、アモイカ、上海に向かうようだと伝えた。6月23日、バシー海峡東側のバリンタン海峡の国際海峡内北緯19度35分00秒統計120度39分00秒、北緯19.58333度統計120.65000度、 19.58333120.6500を西太平洋に向かって通過しているところを中華民国海軍司令官の馬機総上将が座上する駆逐艦太陽と護衛駆逐艦大野安氏に迎撃された。太陽の 127mm 砲による警告射撃3発の後、旧中空機艦長が率いる100人以上の臨検隊が強制的に船に乗り込んだ。 引きずり下ろされた国旗を取り返そうとした3人の船員が重傷で殴られた。トップス号はさらなる臨検のために高尾港まで栄光された。乗組委員は尋問のために年齢別に3つのグループに分けられ別々の場所に収容された。無線が途絶する前のトップス号の最後の遭難信号はウラジオストク経由でモスクワとオデッサに送信された。 ソ連外務副大臣、VA ゾリンは、1954年6月24日に、チャールズ・ボーレン中ソ米大使を呼び出し、抗議文書を提出した。国民政府は6月25日にこの作戦を認めた。ポーランドとロシアの国連代表は、総会でこの行為を海賊行為として非難したが、国際司法裁判所への控訴は成功しなかった。7月初めに、 駆逐艦とフリゲート艦からなるソ連艦隊がキールンの沖合に到着した。オーストラリアとニュージーランドの政府は国民政府による第三国国籍船舶だほについて西太平洋にソ連海軍が進出する口実を与えていると懸念を表明した。カール・エル・ランキン中華米国大使は7月9日に船と乗組員の解放を正式に促し夜間に 自宅で病気休暇中の中華民国外交部長商校長を訪問したほか、7月16日にアメリカ合衆国国務省中国局長のウォルター・パトリック・マカナギーは帰り見い、人し中米中華民国大使と話し合ったが、いずれも国民政府への説得に失敗した。特に国防部政治部主任の小警告は共産主義に対するプロパガンダとして利用するために、 船員が政治的亡命を要求するように仕向けた。装備令は乗組員のもとに反共産主義女性団体である中華婦女反共構想連合会の代表団を訪問させて説得工作を行った。7月13日にホワイトハウスと米国国家安全保障会議で行われた CIA のブリーフィングは南シナ海を横断する海運保険料が トープス事件後の6月24日以降1%から5%に増加し、シンガポール港の途中で特定の国際定期便が抑止されたり、運航計画を変更しなければならなかったことを明らかにした。中国人民解放軍空軍は、サンガ港と港北を通る別の輸送ルートを確保するために海南島に進出したが、7月23日に、 キャセイパシフィック航空のダグラス DC-4 旅客機を誤って撃墜して10人が死亡する事件を起こした。7月26日にはキャセイパシフィック機の生存者の捜索に当たっていたアメリカ海軍のクルボフィリピンシー及びほネットの関西機と交戦し人民解放軍空軍所属のラボチキンラ -11 戦闘機2機が撃墜された。 1954年9月3日に第一次台湾海峡危機が始まると8日に乗組員は大竹市周参謀総長による第三次世界大戦が始まった。トープス号とその貨物は没収され乗組員は捕虜とみなされなければならないという宣言を知らされた。その後彼らはオーダー、食事制限、聴覚、視力、歯、指の損傷を引き起こす。 様々な拷問で虐待された。エル・アンフィロフは歯を失い。エヌ・ボロノフは脱走しようとしたが、取り押さえられ精神科施設に入れられ、罰として疑似処刑された。エンジニアのイワン・パブレンコは自殺するために歯で自分の喉を切ったが命を取り留めた。20人のウクライナ人、ロシア人、モルドバ人の船員が米国への政治亡命申請書に署名した。タンカー、トープスは、 ロックス会計として命名され、1955年10月20日に中華民国海軍に編入されると中華民国空軍向けの燃料を毎月陸上に補給する任務に就いた。台湾工業は1960年にこの船を買収しようとしたが、国際海事機関及び国際海事局に登録を承認されず東南線の扱いのままだったため断念。 その後高尾港に放置されていたが1965年10月1日に退役しその後解体された。1955年1月18日に行われた和江三島戦役後、国民党軍は2月26日までに大陳島から撤退し、国民党は東、シナ海の政界権を失った。3月3日に米下相互防衛条約調印のために放退した。 英国の国務長官、ジョン・フォスター・ダレスは、小介析に対して、船と乗組員を解放するように説得したが、同意は得られなかった。ソ連政府は、フランス政府とスウェーデン赤十字社に対して、トープス号の乗組員の解放を仲介するよう、要請した。両者の交渉の結果、亡命申請に署名しなかった29人の乗組員が釈放された。 彼らは7月30日に飛行機でモスクワに到着した。翌日中華人民共和国は1953年1月12日に北朝鮮の王力港の上空で撃墜され、捕虜となっていたアメリカ空軍の B-29 爆撃機の搭乗員11人を帰国させた。8月1日、スイスのジュネーブにおいて中ポーランド中国大使、 王妃の江南と中チェコスロバキア米国大使、ウラル・アレクシス・ジョンソンが会談し、後にワルシャワ競技として知られる定期的な競技が確立された。亡命申請に署名した通信主任のマイケル・イバンコフ・ニコロフ、会計士、ニコライ・ワガノフ、バレンティン・エール・カシコフ、ビクトル・エム・リャベンコ、アレクサンダー・ピー・シリン、ミハイル・アイ・シシン、ビクトル・エスタタルニコフ、ベネディクト・ピー・エレメンコ、 ビクトル・ソロビオフラが1955年10月に、米国に向けて出発した。しかし、1956年4月、バガノフ、ルカシコフ、リャバーコ、シリン、シンはソ連大使館に現れ、ソ連に戻った。バガノフは1963年に逮捕され、ゴーリキー地方裁判所から反逆罪で、懲役10年の判決を受けた。彼は7年間服役し、 1970年に恩赦を受けた。1992年8月、ニジニノブゴロド地方裁判所の会長会は、バガノフは判決に誤りがあったと認め、最終的にはロシア連邦最高裁判所の決定によって名誉回復した。エレメンコとタタルニコフはアメリカ陸軍に入隊した。ソロビオフはニューヨークに定住した。 1959年にオデッサ地方裁判所は欠席裁判でソ連に戻らなかった船員に反逆罪で死刑を宣告した。イバンコフ・ニコロフはワシントンで反ソ連演説に登壇した後失神し、1959年にソ連大使館に引き渡された。その後、精神疾患という理由で非死法宣言され、火山の精神科病院に収容され、 そこで20年以上を過ごした。LF ・アンフィロフ、ウラジーミル・アイ・ベンコビッチ、パベル・ヴィグ・ボズリク、NV ・ジブロフは、1957年末までに、ポーランドのパスポートを持って、ブラジルに向けて出発する、諜報活動を受け入れ、その後ウルガイのソ連領事館に現れ、翌年ソ連に帰国した。彼らは、記者会見の後に逮捕され、反逆罪で、懲役15年の判決を受けた。 後に、彼らの刑期は12年に短縮され、さらに1963年に恩赦を与えて、釈放された。彼らは1990年に名誉回復を受けた。バレンティン・アイ・クニフセボロドブイ・ロパチ区、ク、ウラジー・ミル・エ・サブリン、ボリス・ピサノフは、台湾において10年の刑を宣告された。彼らは7年間刑務所で過ごした後、様々な場所で警備員による自宅軟禁に置かれ、 最後に、嫌い郊外に行き、そこで、国民政府外交部当局者は、匿名で難民として扱うことを引き換えに、台湾での政治亡命を要求した。1970年、ソ連のジャーナリスト、ビクター・ルイスは、ビーンにおいて、行政院新聞局局長の議ートと、数回会合を開き、国民政府が交流中の残りの乗組員全員を、 釈放するための合意を達成させたが、この合意は1987年に台湾の民主的な改革が解除された後、自立万法の報道や立法委員の最中間が彼らの人権を主張するまで決して実現しなかった。1988年に台湾の離党起総統によるすべての政治集に対する恩赦が行われ、釈放された乗組員はシンガポールのソ連領事、 AI とカチェンコの助けを借りて出国し、34年間の拘束を終えて帰国した。最後に台湾に残った乗組員のロパチュクは1993年に脳卒中の後にウクライナに帰国した。ゾルカ・エムディモフは医療措置を受けられずに絶え間ないようだと出血に苦しみ、1975年に自殺した。ミハイル・エムカルマザンはその後病気で死亡した。 アナトリーヴ・イコバレフは、精神科施設で亡くなった。彼らの死体は返還されなかった。中華民国政府は現在でも被害者とその家族、被害者の出身国である、ロシア・ウクライナなどの政府に、謝罪や法的保障を行っていない。中華民国当局のトープスの乗組員への尋問は、ロシア語通訳者や翻訳者の不備を露呈した。そこで事件を処理していた国府軍の占い。 同僚少々は、1957年に国防部、外国語学校において、台湾史上初のロシア語戦果を設立させ、その後、国立政治大学、中国文化大学、阿波高大学、国防大学政治作戦学院などの各大学に、東ヨーロッパの文化言語教育に関するコースが、設立された。とは、小介席に乗組員の釈放を訴えていたが、 1964年5月24日に死亡した。トープス号の受難の物語は、1958年にビクトル・イブチェンコ監督の映画、ゼーとして映画化され、1959年にソ連で4750万人の観客を動員した。中華民国による赤兵政策は1979年9月12日に終了した。 だが、中国の輸送船、乗組員を及び、海事会社に対する公金、没収及び、刑事罰規制は、1992年1月15日に廃止されるまで有効であった。1996年、ロシア政府は、まだ在盟中だった、トープス号の生存者のそれぞれにメダルを授与した。また、サンクトペテルブルクの中央海軍博物館は、 トープス号の模型を展示している。2005年トープスとその乗組員を記念する大理石のプレートがウクライナのオデッサ港の旅客ターミナルビルの前に設置された。ありがとうございます。